ら。いけねえのかな。いけそうなんだけどな。いけた。ナイス。抜けた。方角は一応合ってるな。いけるやん。それか。え、さあこれ今見えてんのこれだね。全然違うわ。あっちだわ。危ねえ。さあ、あっちあっちあっちこっちだ。バッテリーが半分。死亡推定時刻。あれか。え、違うな。あ、これ奴らのあれか。うわこれ突っ込むの？あ、そういえばなんだっけ、 BT に効果のある弾を装填。ドキュメント、これか。モドラデクの由来。精神分析学者のフロイトは、幼児が糸巻きを使って一人遊びをしている姿を見てこんな説を考えたそうだ。幼児は糸巻きをベッドの下に投げて見えなくする。そしてそれを手繰り寄せて糸巻きを見つける。それを繰り返していた。この子供は母親がいない時にこの遊びを何度もしていた。母親がいない不安を糸巻きが見えなくなる、見つかるという遊びで解消しているとフロイトは解釈した。糸巻きの消滅と出現を自分でコントロールできる。母親がいないという事態は理不尽なことではなく自分でコントロールできる。だから不安ではないというわけだ。そんな糸巻きをオドラデクと名付けたのは小説家のカフカだった。カフカが小説で描いたオドラデクは糸巻きにとてもよく似ているが、喋るし自分で動くが生物ではなく決して死なない謎の存在だった。私たちが装備として使っているオドラデクは BB の反応を知らせるインターフェース。それはあの世とこの世、生と死、PT という謎の存在とつながるための糸巻きのようなものなんだ。なるほど、わからんな。はい。いやー、これは。なるべく見つかりたくはないよね。パリした？おい、サム。侵入者用のセンサーにかかったようだ。
そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。気をつけろ、君が狙われている。はい、なんか撃たれてる気がします。すげえ撃たれてる。あかん、逃げろ。逃げまーす。なるほど、それで装甲があったのか。突破。君が接触したのはこの辺に潜んでいるテロ集団のようだ。ミュールだった連中がテロ行為をするようになった。彼らには荷物も配送も関係ない。今や破壊そのものが目的となっている。さすがだ、見事だった。大切な荷物をよく彼らから守ってくれたな。やりました。この先も接触する可能性はあるだろう。気をつけてくれ。配送センター見えた。走れサム。わあ、国道どうつながるんだ。ここはわあ、これだいぶ必要なやつだな。カイラルだけぶっ込んでおくか。道路どうつながるんだ。これはどうつながるんだろうね。まあいっか、まず剣の穴まで行こう。ああちょっと違う方向にいてる。まあ時間は余裕っしょ。バッテリーがねえぜ。いや、休憩させてくんねえかな。あ、ここだったらあるよね、多分。休憩施設。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。ID 認証。車上がるの。わあ、すげえ。トレーラー。武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。これ、貸してくれねえかな。わあ、トレーラーいっぱい。着いたー。余裕でした。すげえ撃たれたけど、車乗ってたからね。車の走行でちょっとしのいだってのはあるかもしれない。大丈夫か、怪我人は。
物の中に爆発物が紛れていた。それに気がついて処理しようとしてくれたんだが被害に遭った。この辺りはテロリストの根城だ。悔しいが、もっと気をつけるべきだった。セキュリティが甘かった。でも、なんとかなりそうだ。ありがとうサム、助かった。気つけろよ。カエラル通信が繋がってきているそうだな。こんなところにまで繋がってくれるのか。いや、ドキドキする。おお、試してみてくれ。さ、連続接続。おお、だいぶ来たな。アサルトライフルレベル2ゴム。ああ、クソ、こんな早くレベル2が来ると思わなかったな。臨死体験。ジップラインがいっぱいあるね。成功か。ああ。よかった。これからはもっと情報が入ってくる。フィリップ・ノース。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。お。いいぞ、サム。次はいよいよマウンテン・ノット・シティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで。準備を整えて。せやな、ちょっと休みてえな。あ、イベントか。イベントってわけじゃねえのか。あ、いや、あ、やっぱり。ああ、黒いへその、いやあ、カイラルナイフ。あー、痛い。この場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした。なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。あら、今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。ま、アメリー、首のキープはどうしたんだ。サム、再生動画かっていうぐらいこっちのことをしかとするんですね。武器が、ああ、助かった、よかったね。ステッキーガン、これなんかあれみたいだね、あのなんだっけ、ナーフみたい。シャワー使おうか。
小便、大便。おお、一曲追加。敵がショットガンを装備しているときは至近距離での戦闘は避けましょう。プロテクターを装備すると銃弾を防ぐことができる。ああ。荷物少なかったから、今回のこの、あれは、プロテクターを装備するべきだったんだよね、多分ね。まあ、無事だったからいいけど。臨死体験について。人は他人の死を外側からしか観察できないし、認識できない。体験できるのは自分自身の死だけだが、それを他人に伝えることは不可能。そうだな。つまり、死そのものを他者と共有して研究することはできなかった。しかし、臨死状態や臨死体験の研究を通じてなら、死や死後の世界を共有し、科学的な分析が可能かもしれない、と期待された。脳死や、心肺停止状態でも意識がある、とはどういうことか。臨死体験者が、体外離脱経験を経験するのはなぜ、体外の体ってそれなの？体じゃないの？幽体離脱ってことでしょ、これ。死後の世界は客観的に存在するのかなどについて議論された。少なくとも死とは瞬間的に訪れるのではなく、ある種のプロセスであることが知られるようになった。その考えが間違っていないことをビーチが証明した。さらに、ネクローシスによって人間が BT になることは死後の世界の存在が明らかにしたと言える。存在を明らかにしたと言えるだろう。私たちは死について新しい科学や哲学を手に入れた。デスストランディングは単なる恐ろしい現象というわけではないんだよ。おっと、時間だ。また今度。あ、でも1年前なんだ、それが。サム、あんたのおかげで仲間は助かった。ラングドンという警、ラングドン怪獣の名前みたいなの。という警備員だ。一時はどうなることかと諦めてかけていたが、今は順調に回復している。ラングドンもあんたにとても感謝している。そのうち本人から俺のメールが届くかもしれない。ラングドンは私たちを守るために爆発物を処理しようとしてくれたんだ。テロリストたちの手口は巧妙になっている。だがあんたがカイラル通信をつないでくれたから、情報は桁違いに詳細なものになった。それだけでも心強い。カイラルプリンターでは大抵のものが取得できるようになったが、無理なものもある。その時あんたたち、配達人の力を貸してくれ。頼んだよ。はい。どう？これは初物ですね。スキップが出てないし。施設を脱出するシーンか。ああ、撃たれた。ん？ああ、サム、BB のことなんだが。何や？あんたがカイラル通信を繋いだおかげでデータが一部復活した。はあ、それで分かったことがあるんだ。なんか良くない知らせっぽいな。データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。あんたには罪はない。なんやねん。聞いてくれるか。言うて、うん。何？封印された BB の技術はブリッジズが復活させたんじゃない。分離過激派が復活させた。およそ3年前、UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ。ブリッジズの再建計画が動き出し、第一次遠征隊が出発した頃だ。連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば、俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる、うん、それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい。俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのは、そのことも理由なのかもしれない。俺たちは BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ、うん、それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた。最初のデスストランディングが起きた頃、 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった、うんうん、初期の BB 実験でこの島が消滅している、おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝入りで行われたらしい。マンハッタン計画かいな。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からも BB 実験は世論の猛反対にあった。まあそうだろうな。皮肉なことに
デスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止、資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何か分かったら知らせよう。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。はい。